医師サイトの場合、会員登録の方法を簡略化することが非常に重要です。簡略化することで流入してきたユーザーの会員登録率が向上します。今回は4の対応的なポータルサイトであるヤフージャパンとの連携を通じて、安全に、そして簡単で便利なログイン連携の設定方法についてご説明いたします。カペ24とヤオジャパンログイン連携の設定のため、はじめにヤオデベロッパーネットワークサイトにアクセスします。メインメニューのテクノロジーからアプリケーションの管理を選択し、はじめにログインボタンからログインしてください。ログインが完了したら、青い新しいアプリケーションを開発ボタンを選択し、次のページで必要な情報を入力します。アプリケーションの種類として、 Yahoo ID 連携 V1 サーバーサイドを選択します。利用者情報として、今回は法人個人事業主を選び、法人名と担当者名を入力してみます。基本情報にはアプリケーション名とサイト URL を入力します。サイト URL にはカペ24のマイショップ情報にあるショップのアドレスをコピーして貼り付けましょう。ガイドラインをご確認の上、同意欄にチェックを入れ、確認ボタンを押してください。次のページで先ほど入力した内容を確認し、登録ボタンを押します。登録が完了すると、アプリケーション ID とシークレットが発行されますが、この2つをコピーしておいてください。次はコールバック URL の設定を行います。まずアプリケーションの管理ページに戻り、今回開発したアプリケーションの右側にある編集ボタンをクリックします。そしてアプリケーションの詳細、アプリケーション情報のページに移ります。こちらにコールバック URL を入力し、更新ボタンをクリックします。次のページでは今まで設定した内容が反映されていることがわかります。
最後にカペ24管理画面から Yahoo Japan ログイン連携の設定を行いましょう。カペ24管理画面からチャンネル管理、SNS 連携設定、ソーシャルログインをクリックします。Yahoo Japan ログインを使用するに設定します。そして Yahoo デベロッパーネットワークサイトのアプリケーション情報ページでコピーしておいたアプリケーション ID とシークレットをクライアント ID とクライアントシークレットにそれぞれ貼り付けて保存します。これで Yahoo Japan ログイン連携の設定は完了しました。それでは実際の EC サイトから Yahoo Japan ログインを行ってみましょう。ショップのメイン画面からログイン、Yahoo でログインをクリックします。Yahoo Japan ログインの画面が表示されるようになり、ログイン連携が完了していることがわかります。以上、カペ24上での Yahoo Japan ログイン連携の設定方法をご説明いたしました。次回は Google でのログイン設定方法の説明動画を配信予定です。そちらもぜひご覧ください。